ちは、中島です。今日はピッチャーに走り込みは必要かという話をしていきます。僕が見ている野球選手の共通の話題として走り込みの話題は必ず出ている状態でしたので、今回は走り込みについて僕の見解をお伝えできればと思っています。皆さんはダルビッシュ選手の走り込みについて聞いたことはありますでしょうか。こちらは2018年にダルビッシュ選手が発信した SNS なんですが、阪神の藤浪選手が調子が上がらず2軍に落ちた際に、元中日の監督の落合さんがランニング不足、下半身が弱いと思う、コントロールのいい投手はやっぱり走る、メジャーリーグの選手のランニング量は日本人より多いかもしれないと指摘したことがきっかけです。では皆さんに質問です。なぜ走るのか、そこに走り込みをするべきか、もしくは走る内容や走り方につながっていきます。さらに走ることはもちろん重要なのですが、走ることを生み出すエネルギーはどのように作られているのか、それらは鍛えることができるのかが僕は非常に重要と考えています。それらを踏まえ、まずはじめに筋肉を動かすメカニズムについて話をしていきたいと思います。筋肉を動かす際のエネルギーを生み出すメカニズムは大きく分けて2つあります。1つは無酸素の状態でエネルギーが供給される仕組みで、もう1つは有酸素の下でエネルギーが供給される仕組みになります。無酸素についてはさらに非乳酸系と乳酸系とに分けられます。野球においては8秒以内で終わる高強度の運動がほとんどのため、非乳酸系が主な供給源であると言えます。非乳酸系はハイパワーという種類であり、運動開始から約8秒程度で発揮できる非常に大きなパワーを示しています。次に運動開始から30秒程度経つとクレアチンリン酸の供給がなくなり、 ATP の分解にグリコーゲンの無酸素的解凍が行われます。この段階がミドルパワーと呼ばれる乳酸系のエネルギーの獲得機構になります。最後の段階としてグリコーゲン脂肪を完全分解するローパワー、これが酸化系の段階となります。あらゆる研究が示すところによると、投球に用いられる主要なエネルギーの供給系は非乳酸系および乳酸系になります。これらの無酸素性エネルギーの供給は筋力のトレーニングにも用いられるものであり、酸化的代謝によって補充される代謝産物を含んでいます。したがってエネルギー源の有酸素的回復と乳酸の除去する能力を改善することが投手の回復する能力、そちらにつながっていくと考えられています。先ほどのエネルギーの供給系の大きな違いは、発揮される際の運動の強度、持続する時間、エネルギーの産生に使われる物質になります。非乳酸系である ATPCP 系はアデノシン三リン酸とクレアチンリン酸、それらの分解によって爆発的な運動を行いますが、持続する時間は非常に短く、約8秒になります。ハイパワーは運動開始から約8秒程度で発揮されるパワーを示しています。次に乳酸系、運動開始から約30秒程度経つとクレアチンリン酸の供給がなくなり、 ATP の分解にグリコーゲンの無酸素的解凍、これは乳酸が発生する分解によって行われます。これをグリコーゲンの無酸素的解凍と呼びます。しかしこれも30秒程度しか運動を遂行することができないため、さらに補助するのがグリコーゲン脂肪分解しエネルギーを供給する有酸素系のエネルギーの獲得機構になります。では先ほどの要素を考えると、どのようにトレーニングをしていけばいいのか。野球において重要なことはハイパワー、そしてミドルパワーの向上になっていきます。僕は走ることはもちろん重要だと思うんですが、まずはエネルギーの供給系の強化を
することが最も重要であると考えています。こちらの画像のマシンはコナミスポーツのエアロバイクパワーマックスという機械になります。この機械は、先ほど説明してきたそれぞれのエネルギーの獲得段階を計測することができ、個人に必要なエネルギー供給の段階を強化することができます。まずはじめにテストをするんですが、最大の二酸素パワーの大きさ、負荷条件、パワー発揮特性を明らかにすることで選手がどのような体力特性を有しているかを強化します。また最大の無酸素パワーが出現する負荷条件を明らかにすることでトレーニングに活用できる負荷条件を明らかにすることができます。測定方法は3種類の強さの異なる負荷のもとで全力のペダリング10秒を2分間の休憩を挟んで各々の強さの異なる負荷で3回行い、それぞれの最高ペダルの回転数を測定し、最大の無酸素パワー、ハイパワー、トレーニング値、ミドルパワートレーニング値を演算します。これらは約5分で無酸素パワーの測定、ハイパワー、ミドルパワートレーニングにおける最も効果的な負荷を算出可能になっています。またトレーニング後の再テストでパワー向上の度合いを数値で確認できます。そしてこちらが先ほどの測定を行った後に実際に行うトレーニングの構成になります。最大パワーを構成させるための非乳酸性パワートレーニングを主体としたプログラムで、指摘運動負荷に基づいて全力のペダリング7秒、休息40秒、反復回数5回のインターバルトレーニングを行います。このトレーニングは約4分になります。次に乳酸性最大無酸素パワーを測定するウィンゲートテストになります。これはミドルパワーテストとも呼びます。体重の 7.5% の負荷を30秒間全力ペダリングすることでミドルパワーの測定を行います。一定時間の負荷、体重の 7.5% で30秒間最大努力で運動するオールアウトテストになります。こちらは先ほどの評価の値をもとにパワーと持久能力を高めるための乳酸性パワートレーニングを主体としたプログラムで、指摘運動負荷に基づいて全力ペダリング30秒、休息120秒、反復回数3回のインターバルトレーニングを行います。このトレーニングは約6分になります。先ほどの無酸素性のパワーテスト、ウィンゲートテスト、そしてトレーニングを含めた種目はパワーマックスを使用しているんですが、スプリントトレーニングでも代用可能と考えています。ですがテストからトレーニングへと正確な数値を扱えるという意味ではパワーマックスを使用したトレーニングをお勧めいたします。結論として、野球に限らず走ることは競技得意的な要素として重要と考えています。しかし闇雲に走るのではなく、走る強度、これは距離、スピード、球速を考えることになります。自身の競技におけるエネルギー供給系の理解をしトレーニングをすること、そちらが非常に重要になっていきます。最後に僕の好きな言葉をお伝えして終わりにします。継続は力なりという言葉は皆さんも一度は聞いたことがあると思います。これは 1.01 と 0.99 の法則と言います。あなたが1と考えた際に毎日 1.01 の努力をするのか、それとも 0.09 という手抜きをするのかで365日後は全く別の結果になります。最初の一歩 0.01 の努力を始めてみましょう。それではご視聴ありがとうございました。